はい、こちらが天竜大明神池になります。まあ、とりあえずこちら筒がね咲いておりますけれども、天竜大明神池という場所に来ております。で、天竜大明神というのはね、こちらにある神社ですね。この辺がそう天竜大明神ですね。この天竜大明神自体も結構雰囲気あるんでね、ちょっと後で行ってみようかと思いますけど、とりあえずまずは池を見に行こうかなと思います。はい、こちらが天竜大明神池になります。真っ暗、さすがにね、水面は真っ暗ですね。ここがどういう場所かの説明をしましょう。1956年に人体の一部が少しずつ見つかり、最終的に女性の腐乱死体が見つかる事件が発生した場所です。1980年頃に赤いハイヒールが見つかったりとか、女性もののカバンが浮いたりとかっていうこともあったようで、まあ、言ったようにね、女性ばっかりがちょっと関連していることが起きているので、特に女性は来ない方がいいと言われている場所ですね。で、どういう現象が具体的に起きたかというと、夜中の2時に暗闇に人影を見たりとか、何者かが池の方へ入ってくるのに女性の顔だけが追いかけてきた。かなり怖いですね。池から手が伸びてきて足をつかまれた。暗闇の中に生きている人ではない人影を見たという話があったりとかね。はい、そういう場所で来ております。カエルがね、鳴いております。まあ、結構小高い丘の上になるんですけども、こんなとこまでわざわざ来てなんかっていうのはもうね、確実になんかいいことしようと思って来る人はいないでしょう。ここまで来たの、これが見えてこれなんだろうと思って来たんですけど、スワニカブラなんだこれ。水位を確認、歌ってますね。まあ、この辺ぐらいまでが限界かな。まあね、あちら側にも谷があるんですけど、戻って林道側ちょっと行ってみましょうか。
そこの白いのが水面に映って一瞬人に見えた。カエルがすごいコロコロ鳴いてますね。結構この鳴き声とかも不気味に感じる場合は感じるんでしょうけどね。じゃあちょっとねこちら側行ってみましょう。あんまり行くと電波なくなりそうな気がするけど、こちらにもね危ない、ここで遊ばれる。この看板の後ろ側かな、さっき光って湖面に反射してなんかいるように一瞬見えたの、それかこれかな、違うか。神域をきれいにするよう心がけ、出したも海は残らず持ち帰りましょうと書いております。こことかね、これ危な、これ池までズドンだよ。これここも あ月がね、月がこれに反射して、多分池の橋、まだここは橋行ってないかな、だいぶ離れて行ってるけど、一応割と池沿い行ってるんですね、この道。そこまだ池のはずだから、うん、池だね、あの真っ暗な道。びっくりした、こう木が風できしんだ音が、なんかわからんもん、鳴き声聞こえてびっくりした。あ、これ結構雰囲気不気味だわ。結構雰囲気出てるわ。この天竜大明寺も結構雰囲気ありますよね。これが随分橋って橋らしいですね。結構な雰囲気のある橋ですけど、この先に天竜大明寺があります。はい、結構しっかりした石なんだな。はい、天竜大明神の鳥居があります。あ、結構これ低いんだ、くぐって、うん、あ、見えてきた、お社じゃなくて祠がありますね。あ、狛犬もちゃんといるんだ。でも こちらが天竜大明神様の祠ですね。ちょっと言われわかんないですけどね、どういう話になるところなんだろう。ああ、花とかすごい綺麗にと思ったら造花？
でもお酒備えられてるし、お賽銭もしっかりと備えられてるし、ちゃんと祀られてる雰囲気ありますね。いやー、この天竜大明神池は結構不気味なんじゃないですかね。なかなか雰囲気あると思いますよ。なんせ神域にある池なんですけど、その池にバラバラ遺体とかが発見されてしまったということで、神域が怪我されてしまったというところですからね。そういう怪我されてしまった神域ってどうなるのかっていうのを考えると、なかなか怖いものがありますね。そんな、天竜大明神池という場所をやってきました。